松尾正彦2月20日から2018年2月12日は、日本の実業家、広島県広島市出身。カルビー第三代社長、松本明曰く、カルビー中高の祖、スマートテロワール提唱者、カルビー創業者、松尾隆の三男、広島市、楠木町で生まれる。1945年8月6日、4歳の時に、 広島市への原子爆弾投下により被爆。自宅近くで母と一緒に疎開する荷物を積んだ馬車の上にいたものの、両側の家屋が倒壊したことで、それに遮られて助かったという。松尾は被爆後の火の粉で軽い火傷を負ったが、怪我はそれだけで、三崎橋から旧大田川に入り夕方まで過ごした。母と一緒にイカダに捕まっていると、 貴重品袋に入っていた砂糖が溶けて流れていった。様子を鮮明に覚えている。と後に改装している。1946年頭、孔は、宇治那陸軍両松市長を買取事務所、県工場とした。松尾は、広島市販学校付属小学校2年から工場で、キャラメル包装のアルバイトをしていた。1949年頭、孔は、カルビーの前身である。 松尾良職工業を設立するも、1953年不あたりを出す。そこから再スタートとしたのが、カルビー成果になる。広島大学附属中学校、高等学校卒業。中高では、生徒会長を務めた。時系でのちに、カルビー会長を務めた松尾孝二、松尾正彦が、カルビー社長時代に会長を務めた、川瀬博行も、同高校卒業。 一郎の後、1960年慶応義塾大学法学部に入学する。安保闘争の最中、慶応自治会は、破棄がないからと全日本学生自治会総連合のデモに入り、大学に行かないようになる。1961年から再び慶応に通う。そこで慶応自治会委員に選ばれ、大学4年時には、全塾自治会委員長に就任した。 この大学時代にカルビーでカッパエビセンが発売され、夏休みに帰って家業を手伝った。卒業間近の1月、慶応初の全学ストが行われ、その余波で卒論を書かずに卒業したという。当時慶応自治会で活動していた者に、栗本新一郎、中田康夫、野口武彦らがおり、うち栗本は松尾の次に全熟自治会委員長を務めている。 三人は後に、松尾を介してカルビーに関わることになる。1965年、富士急行入社。そこへ、カッパエビ船が、本格的に売れ始め首都圏へ販路を拡大しようと、したカルビーは、関東に工場を建てることになり、松尾は父、港から宇都宮へ、工場建設用地の視察に行かされ、そのまま家業に連れ戻されることになり、1967年、 カルビーに入社する。父、孔は、カッパエビ船販路拡大のため、アメリカで評判になれば、東京の流通も動かせるだろうと、1967年、ニューヨークで開かれた国際菓子博覧会に出展する。同年11月、松尾はアメリカでのカッパエビ船販売を目指して渡米し、菓子博でもらった名刺を頼りに、企業訪問して回った。そこで、松尾は NY、 卸大手ローレンツシュナイダー社トップのミルトン・ブラウンから半日かかりでスナックビジネスの仕組みを教わった。1970年取締役、1972年常務取締役就任。カルビーでは仮面ライダースナックや札幌ポテトなどヒット商品が続き、原料ジャガイモが足りなくなったため北海道にマッシュポテト用の工場や貯蔵庫を建設したが、 その管理がうまくいかなかった。そこで1975年1月松尾団長とするアメリカ視察団が組まれ2週間滞在した。帰国後父、公から突然、ポテトチップス販売担当に任命される。同年専務取締役就任。1975年9月カルビーからポテトチップスが販売される。発売当初は全く売れなかった。 そこで、松尾は1967年ブラウンから学んだことを思い出し、おろしの習慣を変えることを決める。そこで、ポテトチップスに日本の菓子製品としては初めて製品年月日が刻印されたが、これは松尾のアイデアとされる。その他、CM 戦略の変更など整え1976年6月から新体制で売り出すと爆発的なヒットとなった。 1979年松尾は中田康夫をカルビーに呼び寄せている。1980年ポテトチップス用ジャガイモの安定供給のためカルビーポテトを設立、代表取締役を兼務する。農耕一体の社税のもと、ジャガイモ農家との栽培契約による原料調達の拡大、栽培農家と加工工場との調整を図り、生産から加工までの体制を確立するなど、 産地改革に挑んだ1982年、副社長に就任。実情は、ポテトチップスが売れ出した1976年頃から、父、孔は、ジャガイモ研究の方に熱心になり、経営は、孔の息子たちへ、バトンタッチが進んでいたという。1987年、当孔は社長を引退、長兄、松尾聡が2代目社長に就任する。 この1980年代の副社長時代にシリアル市場への参入を拡作し、後の古くらのメガヒットにつながった。1992年、長兄、総の後を受け三代目社長に就任する。社長時代に開発から発売までに至った商品の中でメガヒットしたのがジャガリコである。松尾はバブル崩壊後の不景気で先が見えない中でのヒットに、 ようやく社長として一息つけた気がした、と後に回想している。ただカルビーでは2000年代前半、ポテトチップスへの異物混入、じゃがりこへの未承認、GMO の混入など、食の安全に関わる事故が続出した。2005年カルビーポテトが、植物防疫法違反により書類送検、これらの責任を取る形で、カルビー社長を辞任、会長に退いている。 なお次の社長は中田康夫が就任している。2005年、松尾正彦は社長退任後ビクトリア島のホテルに滞在、帰国後40度を超える熱を出して視線をさまよい、闘病は3ヶ月に及んだ。体調回復した後、カルビーの戦略を変える時期だと思い始めた。2006年相談役就任。カルビーは創業当初から同族経営が続き、父、 コが死去し、松尾正彦が社長を退任した後も、松尾家は取締役として経営に関わっていた。またカルビーは当初から非上場企業であった。カルビーでは1980年代から国内シリアル市場をめぐって海外企業との間で競争、そして提携の話が上がっては消えており、父、コは会社を上場させないとダメになると言っていたという。 ただ松尾正彦は他社に飲み込まれず、松尾家で経営を続けられないか考えていた。そこへ2005年、松尾正彦は、社長退任した後に闘病により、カルビーから一歩離れたことで考えを改め、同族経営をやめ、株式上場を目指し、外資との提携、経営者の外部招集を考え始めた。この際に、社外取締役として松尾正彦が、 カルビーに招いたのが松本明である。2009年カルビーはペップシコと業務、資本提携を締結。ペップシコがカルビーの発行済み株式を20%取得し、これに伴い創業者一族の松岡は経営から退くことになった。なお、会長兼 CEO には松本が、社長兼 CEO に、え抜きの伊藤秀次が就任し、 当初一部上場も2011年に達成している。このことは大企業の同族経営脱却と経営者の外部商兵の高例として紹介されている。2009年から役員待遇のない相談役としてカルビーに席を置いている。スマートテロワールとは賢い、無駄のないなどの意味を持つスマートをテロワールに足した造語で地方都市を含む広域の農村自給券を意味し、券。 地域の枠組み内で農家、加工業者、消費者が循環システムを構築する構想である。それを提唱するに至った問題を二つ挙げている。一つは、フランスの最も美しい村をモデルとして、松尾自身が設立に携わった NPO 法人日本で最も美しい村連合での活動の中で、フランス版の方は人口増加につながっていたが、 日本版への参加自治体の多くは人口増加が起こらなかったと分かり根本的な解決を経営視点で模索し始めた。もう一つはカルビーポテトチップス発売当初から始まったジャガイモの契約栽培がこの頃になると思わしくない状況に陥ったため原因を探索すると国内のジャガイモ、大豆や小麦の一旦あたり収穫量が他の先進国に比べて半分しかないのが分かり その改善を模索した。同じ頃、山形県飯出町が将来構造について、検証論文を募集。ここで、松尾は、構想を提案。2014年その構想を、スマートテロワールとして著書にまとめた。これをもとに、一般社団法人スマートテロワール協会を設立。その会長を務めた。 2016年山形大学農学部を中心とした省内地域で省内スマートテロアール構想が立ち上がり、2017年には長野県で地域食料自給権構築が始まった。山形大学や帯広畜産大学に松尾個人での寄付講座を開設している。2016年山形大学客員教授、同年長野県職の地産地消アドバイザーに就任している。 2017年福島大学農学軍職農学類設置協力会議顧問も務めた。病気療養中のところ、2018年2月12日死去。去年76。ありがとうございます。